1NE7K182BXG7 クレイジーハウスの実戦例。持ち駒のナイトを E7 に打ち、逃げたキングを次の手でメートした。クレイジーハウスは変則チェスの一つ。持ち駒ルールがある。東欧ではクレイジーチェスとも呼ぶ。二組の番駒と四人のプレイヤーで行う持ち駒ルールのあるバグハウスチェスと似ている。バグハウスチェスの一組、二人番とも言える。 以前は駒を二組用意した上で取った駒を、その都度自分の色の駒に取り替える必要があったが、ネット対戦ではソフトウェアなのでこの作業が不要になっている。将棋では持ち駒を打つ、際の禁じ手として二歩と打ちずめがあるが、クレイジーハウスではこれらの禁じ手は存在しない。ただし、行きどころのない場所に駒を打つという反則はポーンについて存在する。寄付の付け方は、 通常のチェスと同じであるが、打った駒を表すときは、駒の種類を表す記号の次にアットをつけ、その後に打った座標を書く。例えばナイトを D5 に打ったときは ND5 と書く。クレイジーハウスには FEN の正式な仕様が存在しない。しかし、リチェスでは、拡張されたバージョンの FEN が用いられている。以下にクレイジーハウスの FEN 実装例を示す。 R2QK3, ピアニッシモ2ビット QR1、2P5、8、3PN3,3 バイト p p b 1 p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  1 p p p r k 1 r 4 p n n n b p p b 8 9 4 5リチェスでは単純に0行目として、下りを追加している。ただし下りには8個以上のコマが乗ることがあるので、 最終セクションの長さは8文字以上になることがある。ありがとうございます。